元気が出る大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。僕はこれから山口県山口市グランドホテルに向かいます。葉月忍さんのバースデーディナーショーなんですね。楽しみにしています。オガバンドの皆さんと一緒に楽しい生演奏のライブですね。楽しみです。それでは行ってきます。大チャンネル、それでは出発です。行ってきます。山口到着です。旧小郡駅です。今日の会場はもうホームから見えるこの山口グランドホテルです。頑張ります。新山口の駅到着しました。ぐるっと回って、ここが今日の会場のホテルになります。こちらです。行ってきます。山口グランドホテル、今日はこちらでディナーショーになります。はい、こんな感じです。素敵なホテルですね。今日の楽屋になります。お邪魔します。あ、広い素敵な部屋を用意していただきました。今日のイベントです。バースデーディナーショー。山口グランドホテル。忍さんのバースデーということですね。こんな感じです。リハーサル始まってます。飛んでくるかな。飛んできますよね。飛びますよね。そしたら引っ込める。はい、わかりました。今日の音響さんと照明さんです。よろしくお願いします。イエーイ。期待してます。今日のご司会は青空キュート師匠です。いつもお世話になります。ありがとうございます。もう本当にお世話になっております。とんでもないです。歌える人生でいつもね、素敵なナレーションしていただいたりしてるんですけども。いいリードでね、いつも素敵な MC で、本当救われてます。今日はこのイベントでご一緒ができるってことをすごく楽しみにしてました。ありがとうございます。大輔さんと一緒で。ありがとうございます。今日はね、そうなんですよ。いいロケーションのこのホテルで。いいですよね。新山口の駅前のホテルで。これね、昔ね、今新山口駅って言うんですが、昔小郡駅ですよね。そうですよね。僕は北九州の門司港出身でしょ。ですから小郡行きという列車がね、よくありましたけど、あまり仕事で来たことなかったので、じゃあ本当に今日は嬉しいですね。また大輔さんがご一緒でしょ、はい、こんな幸せなことはありません。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。自分の北川大輔の父、茂がお世話になってですね、会社の方でいらっしゃって、那覇さんとおっしゃいまして、今日応援に来ていただきまして、ありがとうございます。どうも。嬉しいです。感謝してます。こちらこそ。今日は頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。応援してます。気が終わりました。これから本番です。行ってきます。イエーイ。いってらっしゃい。頑張って。ご紹介します。今日のバンドは岡弘さんとスペシャルシックスの皆さんです。イエーイ。バンバスの岡弘さんです。元キム・ヨンジャさんの旦那さんです。どうぞ今日お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、皆さんご紹介いただけますか。はい、ピアノはゆるやさんです。はい、です。ギターのスペシャリスト、木寺誠さんです。シンセサイザー、元グループサウンズの水野森康さんです。アルトサックス、北島三郎さんのバンドマスター。風雪流れ旅、紅白見ましたか？あそこの時、紋付き羽織旗巻いて、尺八を吹いてたのが、田中明さんです。ありがとうございます。ベースの明治久米博久さんです。名ドラマーです。小松秀幸さん。これだけのメンバーで歌えて幸せ。そうですよね。今日はバンドで 100% 盛り上がります。そうですね。はい、生音の中で気持ちよく歌わせていただきます。今日はよろしくお願いします。バンドもみんな頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。ご紹介します。今日の看板でいらっしゃいます葉月忍さんです。バースデーおめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね。いや、もう嬉しいです。もうたくさんの皆さんにお集まりいただいて、他バンドでガッと歌えるわけですから最高ですよね。自分の考えなんですけど、やっぱりバースデーはご本人が一番喜んで楽しいっていうのが一番大事で、それをお客様がみんなで喜んでる姿を見たいじゃないですか。だから緊張なんかせずにぐわーっと思いっきり「頑張ってるよ!」っていう姿をして「誕生日だよ!」ってこうなんか歌われたらいいかなと、ありがとうございます。緊張してますが北川大輔先輩がね、応援してくださるので、安心もしております。大丈夫です。ではこれからのね、ますますのね、活躍を期待します。頑張りましょう。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。皆さんこんばんは。こんばんは。今日は本当にご来場ありがとうございます。一生懸命心を込めて歌わせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回特にこの忍さん自ら、そして皆様からもたくさんのリクエストをいただいたスペシャルゲストをお迎えしてまいります。と言いますのは、もう数々のテレビ番組の大活躍でございまして、スポーツ万能、ハートフルなキャラクターで本当にイケメンでございましてね、今日も素晴らしい熱き舞台を展開していただけると思います。ご存知、北川大輔さんの登場です。エンタメーション北川大輔です。今日はおめでとうございまして、ありがとうございます。あずきしおりさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。改めましてこれまでの北川です。皆様こんにちは。なぜかこの歌、なぜかこの歌、やら口です。思い出させて、私らの花がこう今ね、もういいところにだんだん上り進めようとしている方でいらっしゃるんですけど、でさっき聞いたんですよね、お話ね。葉月さんのどういうところが今頑張って応援したいという気持ちですかって言ったら、一生懸命なところ、もうこの言葉が最高な褒め言葉だし、一番いい言葉だと思いました。この業界の重鎮でいらっしゃる岡さんが絶対大丈夫だとおっしゃるんで、絶対大丈夫だと思います。最高でしたね。最高でしたね。最高でした。楽しかったですね。バンドがいいと、バンドがいいと歌いやすい。自分でやってますね。もうビンビン踊れました。最高でした。ありがとうございました。そして師匠ありがとうございました。ありがとうございました。名司会。いやいや、最高の気分でした。もう。ありがとうございました。石森さん、本当におめでとうございました。バースおめでとうございました。おめでとうございます。これからまた新しいスタートも準備されてるんで頑張ってほしいと思います。君が聖書でいこうか。はい、君が聖書。君が。今日最後までご視聴ありがとうございました。イエーイ。この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。